魚魚魚魚魚を食べると頭が良くなる。こんにちは、 KFB 福島放送アナウンサーの山崎さとこです。旅サラダには入社2年目から4年ほど出させていただきまして、ラッシャーさん、そして視聴者の皆さんに本当にお世話になりました。そして今回は魚魚魚魚を食べると山崎さんに釣られる。皆さんこんにちは、 KFB 福島放送の岩渕葵です。3歳からピアノをやっていまして、絶対音感があります。その割には歌ってるのもそんなに変わらないと釣られましたでもあれですよね、絶対音感があるということで、うん、どんな音でも分かるんですよね。分かります、ピアノですぐ弾けます。これはこれちょっと勘弁してください。これちょっと分かんないじゃあこれはこれでもレミファの間かな、ちょっと合ってるか分からないんですけどはい、今回の中継はですね、こちら、この魚、シュールな絵ですねちょっと自信あったんですけどね。中継をお送りするいわき市小名浜では昔からこの魚がよく上がっていたんです。そして、はい、このようにピーンと刀のように尖ったこの新鮮な魚を今たっぷり味わうことができるんです。今回の中継では地元の郷土料理も紹介します。見てねー、ゆるい